元気なご挨拶ありがとうございます。本日は4月ただ関係ないからな違うよ、今日の主役は。さあ皆様、ようこそハーベストの丘羊の手外省へいらっしゃいました。さあこれから皆様には羊さんの散髪毛刈を見ていただくんですが、皆さん羊さんの毛刈りって見たことありますか？あるよって方、全力手を挙げてください。はーい、あ、少ないですね。ちらほらいらっしゃるということですね。ありがとうございます。さあちなみに今手を挙げてくださった中で、ここハーベストの丘で羊の毛刈りショーを見たことあるよって方、どれくらいいらっしゃいます？ありがとうございます。皆様毎年来てくださってるんでしょうか？ぜひね、これ毎年恒例行事ですので、ぜひね、まだ来たことない方、お客様もぜひまたね、見に来てください。さあ、では逆を聞いてみました。ですが、今の羊さんたちは私たち人間に改良をされていて、毛が生え変わることがありません。このまま放っておくと、どん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 毛が伸び続けてしまいます。で、日本では毎年春に一度羊さんの散髪を行っているんです。さあではなぜ春に毛刈りを行うのか。まあ、皆さん夏といえば全身に毛がもこもこ生えていない私たちでも気温30度を超えると倒れそうになります。気を伸ばしたままの羊さんはこのまま夏を迎えると、なんと体感温度60度を超えると言われているんです。ですので毎年暑くなる前のこの春に毛刈りを行っているんです。分かっていただけたでしょうか？さあその毛刈りを今から皆様に見ていただくんですが、見ていただく際にいくつかのお願いがあります。さあこのショー、 Twitter、Instagram、TikTok どんどんアップしてください。そしてお友達にも楽しかったよってどんどん広めてください。さあそうするとね、ハーベストの丘お客様どんどん増えていきます。さあですが、羊さんの毛刈りなんですが、飼育員1人で羊さん1頭を丸刈りにしていきます。さあもちろん羊さんをね、立たせたまんまおとなしく毛を刈らせてくれるわけもありませんので、固定という特別な支え方をします。羊さんにはいろんなポーズをとってもらいながら毛刈りを行っていくんです。さあですが、見える？ですがね、この姿を見てかわいそうと言われがちなんです。さあですが、最初にお話をしたこと、私たち人間が羊さんの毛が伸び続けるように改良をしてしまいました。そしてこのまま夏を迎えると羊さんたち命の危険があるということを思い出して、かわいそうは言わないようにお願いします。むしろね、刈る側のスタッフの方がかわいそうな目に遭うことが多いんです。この私たちとは違って、皮膚の下の脂肪がとても分厚くて、もしね、切ってしまったとしても血が滲んで終わりです。血が流れ出るようなことはめったにありません。でももし羊の毛刈りの後ね、ちょっと赤いのが見えていたとしても、皆様の記憶の奥底にしまって、しっかりと鍵をかけておいてください。さあくれぐれも羊の毛刈り、血出てたは書かないようにお願いします。お客さんどんどん減っていきます。お願いしますね。もしね、赤いの写ってもね、写真必ずモザイクかけておいてください。さあそうならないためにも、固定というね、最初にお話しした支え方がとっても重要になってくるわけなんですが、途中これ何の章やったっけとなることがあります。何が起こっても皆様が見ているのは羊の毛刈りショーです。いくらスタッフと羊さんが戦っているように見えたとしても、お姉さんプロレスラーみたいやったとは言わないようにお願いします。ショー中いろんな声が聞こえてきます。プロレスにね、見えてしまうこともあるんですが、お姉さんが傷ついてしまうかもしれないので言わないであげてくださいね。さあ何といっても、今日はね、体重55キロほどの重たい羊さんになっております。スタッフも必死です。羊さんはね、言葉も通じません。そして今日毛刈りを頑張ってくれるのは、今年の春がショーデビューのとっても華奢なお姉さんなんです。
自分よりも重たい辻さんを一人で一生懸命散髪をしてくれますので、皆様は何が起こってもただただ笑いながら応援をしてあげてください。お願いいたします。さあ、それでは本日の主役たちに登場してきてもらいましょう。さあ、今日ねさっぱりします、羊さんと毛刈りを頑張ってくれるお姉さんの登場です。左側にご注目ください。さあ、行きますよ。いらっしゃい。さあ、今日のね羊さん、お名前はるさめと言います。さあ、はるさめちゃん、ステージの上に登りましょうね。さあ、もちろんありがとうございます。拍手してくれたよ。さあ、もちろんはるさめちゃん一人でステージの上と上がれません。このね、か弱い女子たちだけでステージの上と上げたいと思います。さあ、上がりましたら大きな拍手でお迎えください。いきますよ。よいしょ。前足からいきます。いけるかな。いきます。せーの、よいしょ。よいしょ。さあ、お姉さんには準備しておいてもらいます。さあ、スタートの掛けは大丈夫でしょうか。さあ、それではね、いきたいと思います。いきます。3、2、1、ゴー。毛刈りのスタートです。まずは春雨の可愛らしいダンスからお送りします。さあ、春雨ちゃんのお腹はとっても汚れております。羊さんはお腹を地面につけて寝る動物ですので、お腹の毛がとっても汚れやすい部分なんです。綺麗に反発してくれました。可愛らしいお腹ですね。さあ、いっぱい食べたようです。さあ、ではこのポーズで続いてお尻の方の毛を刈り取っていきます。さあ、このお座りのポーズなんですが、今春雨ちゃんの両足、後ろの足が地面から微妙に浮いております。なので春雨は立てないようになっているんです。お姉さんね、この時微妙な角度で耐えながら毛刈りを行っております。さあ、これからね、いろんなポーズを取っていってくれますので、すごいキックしてますね。ちょっと悪意のあるキックでした。さあ、お尻の方の毛さっぱりしましたでしょうか。さあ、続いて左側の後ろ足の毛を散髪していきます。このようにね、羊さんの足が曲がっていると毛刈りがとってもしにくいので、お姉さん手をグーにして足の付け根を押さえます。そうするとピーンとこのようにね、しっかり押さえてピーンと伸ばします。伸びるようになっているんです。しっかりと皮膚を伸ばした状態で左側の後ろ足の毛を散髪していくんです。さあ、春雨ちゃんのキックがたくさん入っております。さあ、お姉さん、ひとりさんを立たせないよう一人で抑えながら頑張ってもらいます。さあ、この支え方が簡単そうに見えてとっても難しいんです。あとね、ちょっとね、フォローをしますと練習ではもっと上手なんです。ちょっとね、ステージの上の方滑りやすくなっております。ちょっとね、ひとりさんが暴れてしまいがちなんですが、皆さん一生懸命頑張りますので、皆さん応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、お姉さんも今日ね、お昼ご飯食べれませんでした。かなり緊張していたようです。さあ、お姉さんもひっくり返ってしまいそうでしたが、
がね、正しい羊さんの倒し方です。首をね、ぐいっとね、反対方向に折り曲げて、このように倒します。さあ、もう一度、気を取り直します。ちょっと春雨はね、この体の毛を刈り取っていくんですが、さあ、本当はね、ここが一番見どころで緊張する部分なんです。首の毛をね、胸のあたりから顎の方まで一本ラインを入れていきます。さあ、この暴れ具合、お姉さんもかなり不安だと思います。そして春雨、今暴れたらどうなるかわかる？頑張りましょうね。さあ、お姉さん焦らずにゆっくり落ち着いていきましょう。かなり暴れてますね。大変な。さあ、今日ね、お姉さん、この春休み期間中しかね、春休み終わってからもありますね。きれいにこうライン頑張って入れてくれました。ありがとうございます。さあ、まだ序盤なんですが、さあ、気合を入れていきます。さあ、このまま続いてはね、今1本ラインを入れました。両サイドの毛と頭の方の毛を刈り取っていきます。ちょっとね、赤いのを出してしまうのはね、毛刈りのプロの職人さんでもよくあることなので、皆さんご安心ください。また動物なんです。ですからね、今日買った後、ちょっと肌寒いなと思った日でも寒くありませんので、ご安心ください。さあ、春雨ちゃん、ちょっとおとなしくなったでしょうか。序盤あんだけ暴れれば当然ですね。さあ、では続いてはちょっと横になっていてもらいます。皆さん、おやすみなさーい。よいしょ。姉さん、今こっちじゃないね。よいしょ。春雨ちゃんを寝かしつけました。お昼寝のポーズです。さあ、この体勢で羊さんの左側の背中の毛を刈り取っていきます。さあ、ここでも暴れるか、春雨ちゃん。それでね、こうバリカンを動かしてくれておりますが、このバリカンもね、重さ2キロ近くあるんです。かなり重たいバリカンです。そんなね、バリカンを片手に持ちながら、そして羊さんを片手で支えながら毛刈りを頑張ってくれております。さあ、このポーズでは羊さんの背骨のあたりまで背中の毛を散髪していきます。刈り終わった後の羊さんの毛なんですが、皆さん重さ何キロぐらいあると思いますか？結構ね、頭の方から順番に背中、お尻の方へと散髪を行っていきます。皆さん、しっかりと羊さんの耳を持ち上げながら行っていきます。毛刈りはね、終盤となってきました。ですが、最後の方、かなり力がいるお仕事です。左手でしっかりと羊さんを持ち上げながら、残りの毛を散髪していきましょう。上体を起こします。さあ、首をね、皆さん足の間に挟みました。この体勢で背中の毛を散髪していくんです。終わった後の羊さんの毛が一枚の絨毯のようにつながった状態で刈り取ることができるんです。ですからね、いろんなポーズを取りながらね、お姉さんは一枚にね、綺麗につなげようと、綺麗にね、刈ってあげようと頑張ってくれていました。ちょっと今日はね、途中で起き上がってしまいました。ちょっと毛がどうなっているかわかりませんがね、うまく刈れましたら最後、皆様にね、広げて持ち上げてお見せしたいと思います。さあ、あとはね、もう右側の後ろ足の毛だけですよ。春雨ちゃんの体力もそろそろ限界が近づいてきております。さあ、この後ね、春雨ちゃん、ちょっとね、消毒をしてから他の羊さんの群れの方へと戻します。最初ね、春雨ちゃん、他の羊さんからぶつかれたりね、こう攻撃を食らってしまいます。匂いもね、姿も変わりますので、
ちょっとね、喧嘩が起こることが多いです。ですがね、皆さん安心してもらいたいんですが、これからね、この後春雨ちゃんをいじめに来る羊さんなんですが、普段春雨ちゃんの方がいじめている羊さんなんです。なんかね、今日だけは勝てると思ってね、他の羊さんがそのね、なんかこうこんな姿になってしまった春雨ちゃんをいじめに来るんですが、今日だけですのでご安心ください。そしてね、数十分経てば収まりますのでご安心ください。本当にね、結構いじめに来るのでね、皆さん心配されるんですが大丈夫ですよ。こっちが普段いじめてますからね。あともうちょっとですね、あえてそれを載せないようにしてください。あとね、これしかないよって場合は絶対モザイクかけてね、ちょっと白く塗りつぶすとかなんかね、しといてください。お願いします。さあ、日帰りが終了したようです。起き上がります。ちょっとなんかね、お姉さんも試食お願いします。でもね、まあ、ちょっと赤いの見えちゃったんですが、綺麗に買ってくれました。さあ、ではね、この手をちょっと開く。さあ、ではちょっと持ち上げましょうか。ちょっとね、一瞬でまた下ろさないとね、毛がちぎれてしまうので、シャッターチャンス一瞬ですよ。もう一回、もういじめに来たかな。さあ、では持ち上げます。せーの、はい、よいしょ。綺麗にね、曲がっていました。ちょっと今落ちたのに危ないので、こっちがいいよっていうまではそのまま待っててください。お子様もね、ちょっと前も出てこないように気をつけてくださいね。その前に、春雨はちょっと消毒をしにお部屋に行きますので、この後もちょっと出てくるまで時間かかると思います。ちょっとご了承ください。さあ、それではね、この後も引き続きハーベストの丘でたっぷりとお楽しみください。皆様、最後までありがとうございました。 Yan guys, yung balahibo ng sheep, mabaho nga lang. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye!